こんにちは、ビーズドリームズの京子です。今日からチーム本体は沖縄本島で対外試合がスタート。このキャンプの仕上がり具合を21日までの4連戦でチェックです。練習試合の詳しい情報はキャンプページからご覧ください。那覇組がゲームをこなしている中、岸田投手は宮古島で汗を流していました。昨シーズン以上に結果にこだわると話してくれた岸田投手をご覧ください。ウェイトランニング中心に体を、筋肉を大きくしたいと思います。ピッチングの方は去年よりは早めで調整してます。今までずっと先発だったので、キャンプから徐々に球数を投げれるような体を作ろうと思って練習してましたけど、抑えになってからは連投もありますし、球数がそんなに多くなくても連投できる体だったり、目いっぱいの力で投げるんで、それでも筋肉痛や疲労が残らない体作り、それを心がけてやってます。シーズン近くなってくるとそういう風な投げ方で、今は球数もどんどん投げていて、型をまずしっかり作るという段階なので、今は球数が多くてもいいと思います。難しいことばかりで、結果もそんな満足いく結果出てないので、学ぶことはこれからいっぱいあると思います。7回も8回も9回もその緊張感は変わらんと思うけど、9回と8回の 差っていうのは試合を終わらせるか終わらせないか、ただそれだけの差があるので、どっちが難しいとかどっちが大変とかっていうことじゃなくて、ただ投げる場面が違う、ただそれだけで。抑えを、去年一昨年からやらせてもらって、チームで役割というのはもう最後勝ちで帰ってくる、それしかもう考えてないです。もう結局は結果、もう結果しか求めてないから、もうそれしか考えてない。もう負けずに帰ってくる、勝ちで帰ってくる、チームが勝ちで試合を終わらせる、もうそれしか考えてない。個人の目標は、さっきから言ってるように、もう勝ちで帰ってくる、礼拝。チームの目標は日本一、それだけ。岸田投手の断固たる決意が伝わってきたのは私だけでしょうか。今シーズンは平野投手と2人でリリーフのタイトルを独占していただきたいです。以上、本日のキャンプレポートでした。明日もお楽しみに。